デニス・レイ・ボイドは MLB で活躍したアメリカ合衆国ミシシッピ州メルディアン出身の元プロ野球選手、ウトウミギウチ。激しい気象だったことと無類の酒好きで当番前の緊張を解くため缶ビールのシックスパックを開けてから試合に臨んでいたことからオイルキャンのニックネームがつき、むしろそちらが通称となるほど、ジャクソン州立大を経て1980年の ドラフトでボストンレッドソックスから16巡目に指名され入団。1982年9月13日にメジャー初登板。1983年以降は先発ローテーションに定着。この年は8勝15敗に終わるが、1984年に12勝12敗、1985年に15勝13敗、1986年に 自己最多の16勝10敗を挙げ、チームの主力投手として活躍する。1986年には、チームのワールドシリーズ進出に貢献したが、出場停止処分を受けている。以後3年間は故障もあり、期待外れの成績に終わり、1990年に、モントリオールエクスポズに移籍。10勝を挙げ、防御率2.93は、自己最高であった。 同年秋の日米野球で来日し、第一戦の先発投手として登板した。翌1991年はエクスポズで6勝8敗、防御率3.52で、先発投手の陣容が厳しいテキサスレンジャーズに移籍するが、12先発で2勝7敗防御率6.68の散々な成績に終わる。62イニングで81アンダーを打たれ、後半はブルペンに降格となった。 この年限りでレンジャーズを解雇となる。1994年8月から1995年4月にかけて MLB 史上最長のストライキが実施された影響で1995年のスプリングトレーニングにはオーナー側の命令で代替選手として参加。そのためスト破りを行った報復措置としてメジャー昇格後も選手会への加入を認められなかった。 以後、マイナーやプエルトリコのリーグ、メキシカンリーグで投げたが、メジャー復帰は叶わなかった。現在は、ロードアイランド州、イーストプロビデンスに妻子と共に住んでおり、現在でも、現役の投手である。ありがとうございます。